でアンプにでっけえトランスついてるから超重い。オペアンプが2個ついてますね。こことここ消してあるけど、どうもくまごろさんです。今日のジャンクはこちら。よしドーン、でかいよこちら。はい、出てきた。むちゃくちゃ重い、むちゃくちゃ重い。バカなのかな。はい、出てきました。フォステックスのサブウーハー CW200A ということでね、なんか6万ぐらいするサブウーハーみたいです。ジャンクで安かったんで買ってみました。音が出ないらしいです。何キロあんだこれ、めちゃくちゃ重いんだが。あ、はい、重量 15.5キロ。何が重いんだろうね。スピーカーが重いのか、箱が重いのか、アンプが重いのか、まあ、全部の可能性高いよね。ウーハー見てみましょう。ポン、ほい、おお、20センチぐらいかな。ダンパーが効いてますね。軽く押してボイスコイルがぶつかってるとかそういうのはないですね。めっちゃ硬いけどゴリゴリとかそういう異音はしないです。裏はどうだろう。なんかアンプもごつそうだね。ヒートシンクもほらこんなある。コンセントと、ま、電源スイッチ、サブウーハーのボリューム、アナログボリュームだね。ローパスの周波数設定、 50Hz から 150Hz まで調整できますね。位相切り替え、ま、0と180度、ラインインと、これはスピーカーのインアウトかな。ラインアウトのないアンプに追加したいときに使うのかな。こっちに入れてこっちからアウトにして、別にアンプがかかるわけじゃなくてこの裏でオーディオ信号を取ってるんだと思います。フォステックスのちょっといいウーハーですね。じゃあとりあえず動作チェックやっていきましょう。はい、設定しました。アンプはねソニーの UDA-1 にしました。アンプ内蔵でプリアウトもあるんでラインアウトで接続します。でちょっと音流してみるよ。特に光ったりはしてないですね。再生します。あー、全く出ないですね。音出ませんね。あのボリュームとかいろいろいじったけどダメでした。 LED とかないのかな。ちょっとねこっちから見てもなんかこう光るとかそういうのは見つけられなかったんで、何かねパイロットランプ欲しい。あ、これか。ちょっと待って、どう。あ、つかないね。多分 LED だと思うんだけど、これ音出ません。はい、ということでじゃあ早速バラしていきましょう。ごめん、ちょっとテストし直し、アンプの電源コード繋いでなかった。ちょっともう一回やんね。うん、今度は繋がってます。繋いでなかった。うん、これで全部繋がってます。はい、じゃあアンプの電源入れます。おっと、おお、おお、ボリュームゼロだけど爆音だ。なんじゃこりゃ、どういうこと。今ねボリューム半分ぐらいだったけど音ゼロで爆音だったね。わけわからん。今ボリューム目いっぱい絞りました。ウーハーの電源入れるよ。はい、入れました。ちょっとボリューム上げますよ。普通になっとるわ。え、壊れてなくね。マジか。ちょっと見えるように横向けます。こんな感じだいぶご機嫌になってますけど、半端ねえ、めっちゃ鳴る。つかこれジャンク詐欺ですね。まいった。すんげえご機嫌なんだけど。あー鳴っちまったよ。多分密閉式じゃないかな。すんごく重くてキレのあるいい低音が鳴ります。何これ、鳴りやがった。普通にお買い得ウーハーでしたね。どういうこと。あ、このアンプボリューム絞ってもプリアウト一定だ。鳴ってるもん。
はい、ジャンク詐欺でございますね。どういうことなんでしょうか。今 LINE インでやってんだけど、このアンプって LINE アウトがボリューム関係なく一定だったじゃないですか。なので実際使うときってこっち使うと思うんですよね。スピーカー入力、スピーカーインアウト、これだったらまあボリュームと連動しますんで、こっちの方が多分使いやすいと思うんだけど、こっちでちょっとやってみよう。これ抜いてスピーカーをこっちで繋いでみよう。ちょっとケーブルがないんで作ります。さすがにこれの動作チェックミスるってなかなかなくない？だってわざわざ音出ませんって売らないもんね。なんかあんじゃない？はい、これでスピーカー入力でアンプにつながってます。スピーカー入力でアウトからこっち行ってますね。ボリュームは目いっぱい絞ってあります。ウーハーボリューム上げるよ。しっかり鳴ってます。あ、切れた。今椅子を切り替えたら音切れたよ。ちょっとお見せできないと分かんないよね。今音鳴ってない。今鳴ってないよ。ほら鳴ってない。ウーハーはね、少し動いてる。だけど音出てない。今、ウーハーボリューム全開。鳴ってないでしょ。結構ボリューム上げてるよ。位相0度、通常の状態に切り替えるね。はい、切り替えた。鳴ってるね。見えるかな。見えるよね。結構どんどこ鳴ってんだけど、これでウーハーのボリュームは全開になってるんですよ。位相を180度切り替えます。今鳴ってるけどさっき鳴ってなかったよ。なんかあるな。鳴ってるね。位相切り替えスイッチのあたりでなんか発生してるかもしんないよ。はい、なんなくなった。再現できました。鳴ってないでしょ。これね、フェーズのスイッチだ。今ね、結構10分ぐらいフェーズスイッチちょこちょこいじってたんだけど、再現しました。音出ません。今ね、ウーハーボリュームマックスですね。出ません。フェーズスイッチの接触不良です。まあ、あの切り替えっていうかスライドの切り替えスイッチなんだけど、ここのねフェーズ切り替え、原因それです。接点の掃除するか。一回180度にして音が出なくなって、あ、音出ないの再現したって思って、あといじったらもう治ってるんで何とも言えないんだけど、見ましょう。はい、それじゃあバラしていきましょう。さすがにネジが多いんで電動を使わせてください。パナソニック、結構ごついネジ使ってますね。取れんのかな。お、取れた。重いぞ。はい、オープン。あ、ケーブルが短い。おお、硬い。取れない。取れない。痛い。単なる平端子なんですけど、取れません。いやー、これ手入んないね。あー。
全く取れないんだが、これ修理するときどうやってやってるんだろう。取れねえぞこれ。うお、取れた。うん、取れました。いやー、この端子が取れなかった。がっつりついてた。でアンプにでっけえトランスついてるから超重い。やっとスリムになった。やっぱちょっとお高いだけあって、ウーハーのアンプもちゃんと作ってますね。このでっけえトランスとオペアンプが2個ついてますね。こことここ消してあるけど、両方とも日本無線 2068DD と4556かな。でパワーアンプはこれだな多分。あ、違うか、これダイオードブリッジか。ソニーのアンプにも多分同じやつついてましたね。コンデンサーは結構でかいの使ってますね。1万マイクロファラドだから10ミリファラド、63ボルト。あ、でも使ってる部品は多分安いやつだろうな。コンデンサーは全部このメーカー、サムクソンっていうのかな。こっちのでかいコンデンサーも全部サムクソンですね。まあ、オペアンプも多分何十円だし。で、今回接触不良起きてるのはこれですね。で、外したい基板これですね。で、この固定はね、多分ここの端子のネジ、この辺とか、この辺のネジで止まってるだけですね。はい、取れました。このボードだね。はい、そしたらここの一層切り替えスイッチ取っていきます。足が2本と端子は6個ですね。まあ、パターン見ると真ん中に対してこっちとつなぐかこっちとつなぐか、そんな切り替えスイッチみたいですね。じゃあまずハンダモリモリしておきます。じゃあ吸い取りますね。はい、取れました。さあ中ちょっと見てみましょう。ああ、やっぱ少し表面酸化してるかもしれないですね。汚くなってる。接点復活スプレーですね。あ、汚れ取れるわ。うん、取れるわ汚れ。一応ね、削ってはいないです。擦ってるだけで削れてはいないはず。まあ、削れてもいいんだけどね。うん、OK。一応グリース拭いとくか。滑る部分だし。これでいいのかどうかわかんないけど、まあリチウムグリス。一応電気設定にも使えるらしい。スプレー式を買ったのはちょっと失敗だったけどね。噴射する意味あんまねえからな。こんな感じですね。うん。一応バネは効いてるわ。これでいいでしょう。おお、パッチパチになったよ。素晴らしい。じゃあ導通チェックしましょう。もしかしたら少し緩んでたのかもしんないね。こんなカチカチ音しなかったもん。うん、大丈夫ですね。一応下の段も見とくか。
はい、OK、スイッチ直りました。直りましたっていうか、もともとそんな言うほど壊れてたわけじゃないけど、締め直したらパチパチになりました。やっぱ接点汚れてたんで、それは洗浄できました。まあ、あとバラして確認できたのは、ここのスピーカー信号インアウトになってるじゃないですか。まあ予想通りなんですけど、繋がってますね全部。なので別に律儀にインアウトにしなくてもいいしっていう感じですね。スピーカー端子側で二股にしてもいいよね。なんかノリが悪いね、こいつノリが悪いし、ビニョーンってなっちゃう。あ、なんか良くない、すごく良くない。なんか何このビヨーンは、なんだろうね、たまにうまくいかないんだよね。なんかこう、わかります、ものすげえビニョーンってなるの。なんなのこれ、たまになる。これになるとね、ほんと綺麗にいかないんですよ。ついてはいるんだけどね、で問題ないんだけど、すごく嫌なんですよ。これランド取れてるのか、もしかして。うん、なんかランドないね、ここ半分ランドが取れてる。まあいいや、わからん、嫌われた。うん、やっぱここだけおかしいね。あ、ランドがないわ。あ、ないですね、しょうがないか。うん、OK、 はい、じゃあ組み付けていきましょう。あ、このドライバーの弱点が分かった。たまにこのパナソニックのドライバー落としちゃうんだけど、これね、重心が結構前なんだね。ほら、多分ね、この辺に重心がある。なんかイメージ的にこの辺に重心があるのかなと思ってこう持つんだけど、こうやって落ちちゃうんだよね。それでだ、なんかね、掴みづらいなってなんか違和感を感じたんだけど、違和感の原因が分かりました。今ちょっと重心が前すぎます。はい、組んでいきましょう。ケーブルが短い、ちょっと待てよ、こう入れるか。うん、どの道届かないね嫌なんですけど、なんでケーブルをあと10センチ伸ばさない。手が入んないですよね。修理する人どうやってんだろうね。修理しねえのかな。あ、入った。あ、あれ入ったかな。うん、で入ったかどうかの確認をする余裕もないんだよね。ケーブルの長さをちゃんと考えて作ってほしい。でちょっと LED のコネクターがプラスマイナス怪しいんで、先にちょっと点灯だけさせる。点灯するかどうか。点灯してました。怖いね。多分これ組み付けの順番が先にアンプなんだろうね。アンプの配線してケーブル裏で引っ張ってホットボンドで止めて固定みたいな。で最後ウーハーつけるんじゃない。だからこっちのケーブルが短いのは考えてないんだよ。まあしょうがないやな。はい、できました。じゃあこれで動作チェックやっていきましょう。はい、セッティングしました。アンプは前回直したトッピング TP23で、スピーカー出力を1回ウーハーに入れて、ウーハーからこっちのスピーカーに入ってます。でウーハーの電源オン。うん、カチンって音したね。じゃあ再生してみます。
いいね、このウーハーめっちゃ音いいわ。多分ね、ローパスの周波数は今ね80ぐらいに設定されてますね。綺麗な低音出ます。どうだろう、ジャンクって言っていいのかね今回はね。でちょっと反省した点は、裏の操作パネル、まあボリュームはいじった方がいいと思うけど、周波数の設定とか位相切り替えとかカチャカチャやっちゃったんだよね。そういうのせずにそのまんまの状態で電源入れて音出ないっていうのが最初にあった方が良かったなっていう、まあ演出上のねそれは思いました。でその後周波数切り替えて音が出るとかね、そしたらここが壊れてるねっていう風に分かりやすく説明できたと思うんですけど、最初にガチャ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 いじっちゃったんで、ちょっとそこは反省しました。まあということでね、ちゃんと使えます。音すげえいい、高いだけある。価格が6万ぐらいするけど20センチウーハーなんで、まあ大したことないだろうってちょっと舐めてたんですけど、謝罪します。すごい、なんかこれと似たやつで下のグレードのやつもあるみたいなんですけど、ちょっとそっちはね聞いたことないんでわかんないですけど、音量の問題なのかな、下のやつはどうなんだろうね、違いあんのかね、高いやつと安いやつで。まあとりあえず不具合箇所見つけられてちゃんと直せたんでよかったです。はい、ということで熊五郎兄さんの DIY では普段ジャンク品の修理やってます。こんな動画ですがまた見たいなという方はチャンネル登録、面白かったらグッドボタンお願いします。それではまた、熊五郎兄さんでした。バイバイ。